こんにゃく芋をさっき植えたやつを収穫して、ここでこんにゃくを作るってことやったんですよ。こんにゃく作ってるところの写真がちょっとあるんですけど、はい、これはパエリアですね。これはセルフィーってあるそのハーブの写真なんですよ。あんまり見つめられた今撮っちゃったまあいいやわざとおどしたんじゃねえかって言われて、サインしなきゃいけないわ。すぐ自分食べたくなったんだよね今こっからこういう感じで、いやいやいや、5月にやったんですね、これ2010年か。これあの今ちょっとクレープやってたんですけど、いちごをはい、そんな感じで、このクレープ、これクレープいい、俺動画だから、あの、佐藤翔さんというところの YouTube に載っけてるんですけど、ね、そちらをちょっといただいて、いただいて購入してきて、まあ、そういう温かいジャンルを作っていただいて、で、これ、あの、僕があのクレープやった時はアイスクリーム買って、これ一緒に食べて、アイスクリーム入れて、ジャンルと温かいジャンルと一緒にクレープで食べて、まだ間違っちゃった、ね、え、今間違ったのか、間違っちゃったね自分で食べたくなっちゃった、そう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 まずはね、プロジェクトとしてたんですね、はい、こんにゃく焼きとか